かめっちゃ荷物映ってんな。はい、どうもこんにちは、ベガサポスタジアムのズラタンです。今回はですね、鹿島割さん、鹿島サポーターの鹿島割さんとのコラボ動画になります。で、前編後編と分かれているの で僕の方は後編の動画になります。前編の方は概要欄の方に鹿島割さんのリンクを貼ってありますんで、そちらをクリックして先にそちらを見てから僕の方の動画を見てください。じゃあ見てきた方はこのまま動画スタートになります。どうぞ。初めましての方も二度目ましての方もおつまりどうも、明確なパクリで始まりました、ズラタンです。初めましての方も二度目まして以上の方も本物の鹿島割でございます。よろしくお願いします。はい、というわけでコラボ動画の後編ということになります。はい、よろしくお願いします。引き続き質問の方に移っていこうと思います。はい、じゃあ僕から6問目ですね、引いていきます。はい、結構いただいてるんですよね。俺行ったことねえから分かんねえんだけどな、これ。カシスタのいいところは。あ、これね。俺行ったことないんだよな、カシマさん。行ったことないですか。ないですよ。あ、そうなんですか。うん、そしたらじゃあカシマ割がわっと言うと、まず、最寄り駅が東京駅。これね、でかい。これはね、非常にでかいところですね。まずこれでかい。あとはスタジアムグルメがやっぱり温かい、完全に温かい状態で、それはね、でかい。そう、あの火使えるからね。コンコースでやっぱりやってるっていうのは、あれはやっぱ一番でかいかなって思います。あとはまあピッチが見やすい、これはもう間違いないですね。なんでもうぜひ、まあ元々のね、ユアスタのモデル自体が鹿島スタジアムだから。あ、そうなんですか。そうそうそう、だから構造的にとかスタジアムの立地的に、改築前の鹿島スタジアムがユアスタのモデルになっていて、だからキャパ的にも似ているし、屋根の形とかも若干構造が似てるっていうのはそこら辺、うん、そこも兄弟関係あるんですね。で、そのユアスタをさらにモデルにして作ったのが、あのジェフのなんだっけ、あのスタジアム、ジェフ千葉のあれですね。あ、福あり。そうそう、福あり。それがさらにそのモデルになってるって言われてて、だから規模も1万7000くらいっていう、あの J リーグ平均に入る収まるくらいの量っていうの。それ知らなかったです。っていうふうにウィキペディアに書いてありました。ウィキペディアでした、はい、ありがとうございます。じゃ続いて、はい、はい、じゃあ2問目いただきます。ちょっと変なの引かないといいな。あ、はい、リバプール、うちのチームならこう倒す。クラブワールドカップの話ですね、きっとね。クラブワールドカップで。リバプール嫌いなんだよね。じゃあもうめっためった叩き潰せるじゃないですか。ね、あの知ってると思うけど、あのイスタンブール、はい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 。俺あの時 AC ミラン好きで見てて。ミラニスタですか。そうで、前半見た時に、あ、これはもう勝っただろうと思って寝たの。はいはい、寝て起きてテレビつけたら、なんで PK 戦やってんだよってなって。あれは衝撃でしたね。ね、イスタンブール。そうだろうと思って。リバプール倒すんだったら、メッシとクリノの当てるかな。ベガルダに持ってくると、いうことですね。もしくはじゃあ PK 戦でダンに止めてもらうってどうですか。持ち込んでそこまで。ダン PK 苦手なんだよね。じゃあダメですね。でもあるとしたら本当に相手が外しまくっての 1-0。 そうですね、うん、でもそれで雪辱がでも一番気持ちいいですよね。ぶっちゃけなし、勝てば何でもいいから。そうですね、確かに確かに。鹿島でリバプールに勝つためにどうするかか。でも実質リアルに勝ってたじゃん。勝ってないです、勝ってないです。もう本当に力合わせやばかったですからね。なんであれ、ラモス退場でしょ、本当だったら。本当は退場ですよ。本当は退場です。だから、あ、次、じゃあそうですね、ファンダイクに退場してもらいます。大丈夫、大丈夫。それないと多分10人じゃないと勝てないです。じゃあ次の質問、はい、はい、いきます。ファンダイクに大丈夫だ。あー、これね、あるかな。はい、相手チームのすごいところは。はい、これはもうね、もう鹿島目線で言ったら、うん、やっぱり戦術のとこですよ。フォーマットがしっかりしてるっていう。あ、それはナベさんの。そうです、そうです、そうです。あ、やっぱ監督がもうその、で、引き出しもあるじゃないですか、言うても。うん、まあ、毎年自腹で海外行って勉強してきてるから。そう、そこのところの
ぱり引き出しとフォーマットがあるっていうことは、そのこういう形でやってる以上やりやすいですし、見ててきっと楽しいし、うん、っていうのはすごい羨ましいですね。特にね、あの負けてるけどマリノスだった時のレビューっていうのはすごいしやすくて、ああそうですね、お互いはっきりしてるから、はい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 、あここだよねっていうのは、ね、はい、明確に分かるっていう。そう、鹿島なんか書きづらいっすよ、本当に。逆にそこがすごいのよ。あの割と戦術アバウトなのに人で何とかするから。そうですね、ただそれって逆を返すとダメな時を個人叩きしなきゃいけなくなっちゃって、それはそれで辛い、やりたくないですよね。確かに、ただ褒める時に個人めちゃめちゃ褒めればいいっていうのは確かにあるんで、それは確かに楽ですけど、ただブログ書くとかこういう形やる時はやっぱ戦術あった方がいいなって思います。はい、まああとあれかな、あのスタイル鹿島、ありがとうございます。G5 スピード、そう、あれがすごいなって思うかな。ありがとうございます。あれはやっぱ歴史で今ちょうど継承しようとしてるとこっすね。うまくいってくれればいいなと思ってます。もう浅原光もいなくなっちゃいましたし、まあ動き、あとその旗ぐらい、そうですね。でもクソハートもやっぱり今試合絡めてないんで、今その若い子たちが三尾がいなくなったピッチで何を表現するかっていうところで、今あと内田かってことは、そうですね、彼は今怪我で離れてるんで非常にしんどい状態っちゃ状態ですね。ただまあ確かにそれは鹿島としても誇れる部分かなって思います。はい、はい、じゃあ次の質問、これ4問目でしたっけ。4問目ですね。4問目ラベ2枚取っちゃった。あ、この続いてこれいいですよ。相手チームから補強するなら、1人補強するなら誰。もう鹿島アリはもう決まってます。もう今日の試合を見に行って決まってます。今鹿島右のサイドハーフ欲しいんで、道淵をいただきに参上いたします。今日すごかったっすもん。まあ一人すごい動いてたからね。あんなに話します、しかもサイドで、すげえや。うん、ね、多分本人見てそうですげえ言うのあれだけど、たまたまじゃないとか言ったら怒られるのかな。まあ、一つね、なんていうの、豆情報じゃないけど、はい、道淵選手っていうのは戦術ブログが大好きで、甲府時代に戦術ブログ結構見漁ってたって言ってて。マジっすか。そうだから多分対戦中後に書けば多分読むよ。本当っすか。あ、これももしかしたら見てくれるかも。うん、その可能性があるからね。俺めっちゃ悪口言ってるけどね。道淵選手待ってます、鹿島で。よろしくお願いします。どうっすか、鹿島から一人。え、阿部。阿部いいっすね。実はね、彼戦術部の飲み会を年末やった時に、はい、ちょっと話題にも上がってて、はい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 、あれは何なんだと。あ、天然ですげえの出てきたなみたいな。はい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 、もう去年負けたでしょ。そうですね、あれはもう全部阿部に一人やられたよね。あれの時はそうでしたね、無双してましたね。あの時期の阿部今でもいないんですよ。でもそれもやっぱり阿部だねって話になりましたね、はい、だからやっぱり阿部かな。両方ともじゃあ補強ポジション、補強ポイントはサイドハーフ、うん、後半戦レンタルで入れ替えてみる。やりますか、うん、それはそれで面白いかもしれないですね。やってみますか。やりましょう。仙台の所得してないような気がするけど。一部選手待ってます。阿部選手待ってます。来ないと思うけど。じゃあ最後の質問です、はい、これで変なの聞かなきゃいけない。あー、なんかすごい面白いの来たね、これ。活動を始めたきっかけは？あー、これ最後締めすげえいいじゃないですか、ね、いいの引いたね。これ最後締めですごいいいの来ましたね。じゃあ僕から話して。あ、どうぞどうぞ。活動を始めたきっかけ、まあ、何を主にっていうのがこれって分かれてくるけど、ブログと YouTube にこう分けますか、うん、両方とも。ブログを始めたきっかけっていうのが、もともとその戦術部とかそういうの全然知らなくて、はい、でブログを始めて、
で、そのどういう方向性で行ったら人が見に来てくれるのかなっていうのを考えた時に、あ、じゃあこの戦術っていうのがあるから、それこそちょっと借りるけど、はい、大丈夫ですよ、ライカルさんは宣伝するんだ、ライカルさんのブログ見てあ、こういうのがあるんだね、じゃあちょっとやってみようかみたいな感じに思って、じゃあそれでやってみようと思ってやって、でツイッターでまあもうやればそっちから集客もできるからっていうのでツイッターやり始めたら、ツイッターになんでこんなにいんのみたいな感じに先日のブログがいて、あ、そうっすよね、いや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 、多いっすもんね、うん、そう、それでやってて、で YouTube はやってる人がいなかったから、はいはい、ブログで被るんだったら動画でやったら方が情報量多いから勝てるだろうっていう、その戦略的な見込み、あの見方だから、そういう、それで YouTube を始めて、はいはいはい、ブログもそういう感じで始めたっていうのが僕のきっかけです。ああ、でも大体似たような感じかな、まあ、貸し回りとしては、うん、あのまずブログを始めるきっかけっていうのはやっぱりその集客とか、鹿島をもっと好きになってほしいし、鹿島に興味を持ってもらう人増やしたいしっていうところのところで、まあ、少しこういう戦術的なとことか、まあ、戦術なんかほとんどないですけど、まあ、書いてみて、それを読んでくれる人がそれをきっかけに鹿島をもっともっと深く知ったりとか、もっともっと好きになってもらえればいいなと思って、まあ、ブログを書き始めたんですね。でまあ、それやって今年で4年目になるんですけど、まあ、その中で、まあ、いろんなこう他の外の他クラブの、あのブロガーさんとかを読むようになって、今の文章だけの状態じゃ絶対面白くないなと、もともと読み物としてやってたんで、でなんか今ねインフォグラフィックとかいろいろやってくださってる方いらっしゃるじゃないですか。なんかそういうのと少しやっぱり差別化を図っていくことと、あとそのマッチレビューの中で動きが作れる、あ、はいはい、っていうことで、ボードを使って少しこう動きをして、この試合で彼がこういう動きをしたことが効果的だったよとかっていうのが分かりやすくなるかなと思って、っていうのと、やっぱりこの後の時代っていうのは文章より動画の、まあそうね、時代だっていうところになってきた時に、やっぱり他にいないので鹿島でも、なったらじゃあやっちゃうかっていうところですね。でまあそれで少しこうコミュニティが広がっていって、その環境作りじゃないですけど、サッカー文化のそういったところの要因に一つなればいいなと思って始めました。いやいや全然俺自分のことしか考えてないもんな。でもこれあの多分自分のファンはだいぶあのラジオで何回も聞いてるよ、うるせえよと思ってると思いますけど何回言うのって、そうっていう感じでやってます。鹿島の恩返しですね。あとサッカーへの恩返しが一番です。やっぱ次にさせてくれたじゃないですか。まあまあそうね、うん、やっぱそこには恩返していきたいな。これが恩になってるか分かんないですけどね、うん恩返しになってるのはダメですけど、せっかくなんで他にどんな質問あったのかちょっと見ていくだけ見ていきますか。あ、いいですいいですよ、開けちゃってください。バカッといいっすよ、バカッとやっちゃいますか。ちょっと見ていきます。何、平瀬さんの最近はどんな感じですか。何してたっけな、なんかサポーターと一緒にあのキャンプ行ったりしますフランク、これすごいですよ。コーラ派ペプシ派、コーラかな、コーラですね、コーラですね。おすすめの牛タン屋さんは、陣中っていう牛タン屋さんが美味しいです。でそこはあの直営、工場に行くと直あのすごい安く買えるんですよ。ただちょっと工場が仙台市内から離れてるんで、ただそこに行くと牛タンが3割引きで買えます。へー。であのサンドイッチマンの伊達ちゃんが、はいはいはい、あの紹介してたあの牛タンのラー油、あれを作ってるお店が陣中。へー、すごい。ちょっと陣中調べます、うん、見てみよう。お互いのひいきチーム以外でサポになるとしたら、うん、見らんかな。多分自分は松本山がですね、次回から。うん、霧の貸し下はいかがでしたか。あのね、これ見に行ってなくて俺ダゾンで見てたんだけど仙台のチャンスですって言われて、チャンスがどこだか分かんねえんだっつうのってあれひどいっすからね。原価次に食べているスタグルはありますか。ないです。カシマリスタグルじゃないですけど、勝負前には豆乳を必ず飲みますこれ俺だね。今晩はカレー用の騒動はどうなりましたあの質問箱のやつね、はい、最終的に嫁さんにあの
ツイッターは俺個人のフィールドでやっていて家族にも踏み込まれたくねえ場所なんだよって言ったんだけど、あんまり理解されてないですクラブワールドカップで戦いたいクラブは、あ、ミラン。ミランですか。俺もう一回レアルマドリーとやりたいです。いいじゃん、勝つ。今度こそ勝つ3度目の正直、うん、これも俺かな。牛タン定食についてくる辛味噌は好きですか。別に美味しいんですか。まあ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 、巻いて食べたりとか。へえ。ちょっと行く時牛タン絶対食べるんで、それやりたいとか。新タンが美味しいんで。へえ。あ、そうっすね。硬い方のところか、うん、中の親、根元の方、根元の方、そう、下先が一番硬くて根元が霜降りなんですよ、はいはいはい、そこの部分っていうのはちょっと高くて希少価値が高い。あー、そっちが美味しいんだ。そう、そっちが美味しい。あー、ちょっといきます、はい、歴史上の人物に取材できるとしたら誰で何を聞きたいですか。お宅のファミリー大丈夫。大丈夫じゃないですかね。でもあんま思いつかないですよね。うん、歴史上の人物？歴史上の人物か。あ、俺織田信長のとこ行って、ねえねえ今どんな気持ち？ねえねえって。ただ折ってるだけじゃん。っていうのはちょっとやってみたいかな。歴史上の人物誰か。伊達政宗とか行かないですね。伊達政宗って政宗さん割と気性荒かった。そうですね、うん、質問なんかさせてもらえないね、切られちゃう歴史の人物、うん、まあじゃあ福沢諭吉さんあたりにお札になってるんですけどどんな感じですかね気持ちみたいなそれは面白いかもしれない俺なってんのみたいなね、なりそうですね。好きな音楽アーティストは特に決まってんのいないですビッシュです。ビッシュ大好きです最近ハマってるのはビッシュです。これ最後っすね。これ長くなりそうだけどな。今のチームのベストイレブンは多分怪我人とか考慮せずにですね。あ、これ難しいな。その何を主にベストというのか、一番勝てそうなチームなのか一番面白いチームなのか、多分それは多分それぞれのチームによってベクトリ変わりますよね。だ多分鹿島だったら多分もう勝利至上主義なんで勝つためのチーム作らなきゃいけないと思うんですけど、でもそれはどこも一緒か、うん、ただそのそれに理想が伴うかどうかの違いですね。まあ鹿島は内田篤人と土井翔真がいれば何でもベストイレブンになると思いますけどね、正直な話。あとスンテか、スンテ、アツト、ショーマ、ケンとかここら辺がいればもうベストチーム、何でもベストイレブンになると思います。仙台のベストイレブンやっぱ個人的にはもう一度ヤニスタメンにも入ってほしいっていうのもある。そうですね、個人的にもすごい好きな選手なのでぜひもう一回見たいですね。なかなかね厳しいところはあるけれど、今の 4-2-2-2 だったらいけそうじゃないですか。だからナビスコのじゃないや、ナビスコルヴァンか、ルヴァンの時に関口とリアンで両方サイドハーフやってて、はいはいはい、久々に見たのでうわー、ね、いいっすね、うわーなんか感慨深くなってきたと思って。オールドファンにはたまんねーっすね。たまんねーっすね。そういうのいいですね。そんな感じですね。はい、というわけで質問の方は以上になります、はい、まあこんな感じで動画を今後も上げていきますので、今のうちにチャンネル登録をしていただけると動画が投稿された時にピコーンってなりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、高評価の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回の質問の、前半戦の方は鹿島さんの方のチャンネルで投稿されてますのでぜひチャンネル登録をしてそちらの方も見ていただければと思います、はい、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。